時からになります。それまでにコート誰かが使ってしたらあれですけど、サイドの点が置いていいですか？大丈夫です。あ、そうですか、はい。まあ、少し、まあ、減量もし少し節制もし、昨日まではベストを尽くそうと、いいプレーしようと思ってたんですけど、いや不思議なもんで、当日迎えるとやっぱ勝ちたくなりましたね。勝ちたいなと思って、自分のエントリー番号と名前ときちっと手続きを踏んで、でボールを渡されてナンバーコート行ってくださいっていうのは、いや本当に25年ぶりのことだったんで、やっぱすごくなんか緊張してきました。とにかく私のテニスは、まあ、見ていただければ当たりますけど、もうひたすら攻める。自分のいいプレーができたら、ひょっとしたら通用するかもしれない。とにかく前に前にと、ネットプレーを中心に。最初のセットは、やっぱりよく自分の体を慣らして、勝負はセカンドセットからかなと。このまま勝ち進むと、はい、明日も明後日も試合があるってことですね。明日明後日スケジュールはお分けになってるってことですか？明日明後日、明日は空いてます。え、明後日は予定入ってるんですか？明後日は明日次第です。体調面っていうか、まあ、例えば昨日よく寝れたかとか、はい、状態はどうなんですか？もう間もなく44歳になりますけど、ね、いや本当にこの44年間の人生の中で今日は一番体調いいですね。それだけはもう自信持っています。運動栄養学の観点から丸友さんかなりサポートいただきました。そこがかなり体質改善になってきたかなと。ご期待ください。本当にまあ出る人は優勝目指してやってるんで、いや当たるって決まってから結構そわそわというかですね、まあ、いい感じの緊張で、はい、今日を迎えることができました。楽しみでしょうがないです。まあ、やったことないんでわからないんですけど、多分さボレーに出てくるっていうふうに YouTube でもおっしゃってたので、まあ、なかなかそういう選手って日本にまあいないので、まあ、私はもうそれをいかにパッシングって、まあ、抜いていくというか、そこを取られないように後ろからハードヒットするかっていうのでしっかり打っていきたいなというふうに思ってます。今日の意気込みは、はい、もう絶対勝ちます。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いや、まずは安田選手、本当に素晴らしいプレーで、私も最後まで諦めずに頑張ったんですけど、力を及ばず、本当に最後はスコア以上に力の差を見せつけられまして、参りました。まず安田選手に本当にぜひ2回戦も頑張って勝っていただいて、ぜひ優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。まず1回戦終わって、いや正直言って本当にこんな悔しい気持ちになると思わなかったですね。非常に悔しい、気持ちでおります。見た目以上に悔しいです。ただ振り返りますと、あそこはああした方が良かった、こうした方が良かったっていう点は一つもなくてですね、全ポイント自分の全力を尽くせたなというふうに思っております。最大の懸案でした体力なんですけど、まだ5セットくらい戦えるなと、体力だけはやたらついたんだなという印象を持っています。熱中症が心配だったんですけど、全く熱中症ならず、もう1試合2試合本当にやりたかったんですけども、1回戦突破ならずでしたけども、悔いのない、本当に今の自分のできる力を出し切った、そんな試合でした。本当にチャレンジさせていただきまして、主催していただいた毎日新聞社さんに大変感謝しています。本当にありがとうございました。本当試合始まる前の戦略っていうか、ファーストセットはあれセカンド勝負だというのはもう自分でずっと考えてましたので、ファーストセットやりながらスコア以上ではないなと
というふうに自分に言い聞かせてですね、セカンド十分チャンスが来ると思って、やっておりました。まあ、残念ながらタイブレーク最後スーパータイブレークはちょっと先に相手に大きくリードさせてしまったのが、まあ、残念だったなと思いますけど、結果は出なかったですけど、自分のプレーである前に前にというプレーをやっぱ貫き通すのが非常に自分の中で良かったなと思っております。また次回こういう機会があったら挑戦しますか？来年も必ず挑戦します。必ず出ます。いや、これはリップサービスではなくて、もう必ず挑戦したいです。来年45歳以上で出たいなと思ったらまだ44歳だったんでまだかいっていう挑戦したいと思います。本当にそれはもうだからもう1年間頑張ります。はい、テニスやらない方はあまり分かんないかもしれないですけど、めちゃ強い人なんですよ、平島さんって。本当に本当に強い人で、かなりいろんな大会でも勝ってる、ね、方なんで、いや正直言って自分の中で今の段階であそこまでできたっていう、まあ、ちょっと、満足感もあります。はい、なので来年もう1回、ね、トレーニングして再挑戦したいなと思います。今回のチャレンジはですね、いろんな方に支えていただきました。大正セントラルスポーツさんには練習コートを貸していただいたり、それからいろいろコーチングをつけていただいたり、大変感謝しています。ヨネックスさん、今回スポンサーしていただきましたけど、障害スポーツ普及という観点からラケット2本、それからウェア、ボールを提供いただいて本当に感謝しています。障害スポーツはやっぱり怪我をしてはいけない、体調管理が非常に重要だという観点から今回ロゴも入れさせていただきましたけどですね、丸友さんから特にこの出汁、疲労回復とかそういう観点からいろいろスポーツ栄養学の観点からご指導いただいてサポートしていただきました。本当に感謝です。これだけメディアの皆様方にもお忙しさからお越しいただきまして本当にありがとうございます。いや本当に参りました。いやナイスプレーでした。もう本当に最初練習した時に明らかに自分が緊張しているのが分かって、でも若干震えてて、まあただ僕そういう緊張プラスに変えるのはすごい得意なんで、もう1本目から声出してしっかり打っていけば、まあ、エース決まって、で、まあ、6-0 で取りましたと。でも多分このまま 6-0 で勝てるとは全く思ってなくて、もうそのまま自分はペース変えずにやってたんですけど、やっぱり杉村さんから最後プレーもすごい良くなってきて、で自分もすごい力んじゃって最後足つってしまったんですけど、多少セカンドが、まあ、あれぐらいのプレーだろうなというふうには全然想定してたんで、まあ、そこはしっかり最後、粘ることもできて、球もよしよし入ったんで、でファイナルのタイブレーク入った時は最初多分3ポイントぐらい取らないとまた緊張しちゃうと思ったんで、すごい集中して、まあ、5-0 ぐらいまで行ってっていうので、まあ、展開通りにそこはできたのが良かったかなというふうに思ってます。本当にホッとしますね。とりあえずサーブが多分みんなで話してたんですけど、多分40代で一番速いんじゃないかなっていうぐらい、まあ、コースもあれが多分もっとすごい練習されて、まあ、1年後に出られるって言ってたんですけど、もう多分なかなか取れる人いないんじゃないかなって。もちろん私はアメリカでやってたんで速いサーブ返すの得意だったんで何とか耐えてたんですけど、非常にすごいいいプレーだなと思いました。サービスって前に出てくる人とかあんなネットに出てくる人ってそんなにいないんですよね。なので比べるのはすごい難しいかもしれないですけど、でもまあサーブだけ見たら全然トップ5とか一番速いんじゃないかなって、まあ、一番かどうかあれかもしれないですけど、全員知っても、まあ、トップ5に入るようなサーブのスピードと、まあ、っていうのは思いました。なのでなんかあとボレーとかもやっぱ精度すごい高かったので、まあ、もうちょっと多分あとは多分なんて試合慣れの方に慣れてきたらもっともっとトップ10とか多分全然入れると思う。トップ10に入るにはすごい試合にやっぱ出ないとなかなか難しいので、まあ、それ言ったらさ、はい、全然僕がちょっとおこがましいんですけど、はい、それぐらいレベルかなというふうには思いました、感じました、私個人自身。はい、まずはお疲れ様でした。ありがとうございました。相手の安田選手、はい、もう本当に素晴らしいプレーで、同じ同年代かなと思うぐらいもう球のスピードもあるし動きも切れるし、本当にただただ参りましたという状況です。見た印象ですと、セカンドセットからこうラリーをするケースがすごく多くなったんですけど、はい、あの辺はどのようなお考えで？ラリーをするようになったというか、ラリーが少しできるようになったというか、ちょっと、まあ、前半は本当になかなか返すのもなかなか精一杯だったもんですから、はい、ただ、まあ、少しずつ自分も体が動いてきて、スピードに慣れてきてというところで、まあ、セカンドいい形だったんですけど、まあ、残念ながら最後、スーパータイブレークではちょっと先にリードされてしまいましたね。まあ、ちょっと力の差が出てしまったなという感じがします。はい、残念でしたけどね。
ほどもおっしゃられてましたけど、まあ、来年もまた毎年に絶対出るというところで、はい、また今後のプランとしてちょっと改めて今後に向けてスケジュールというか、なんか立てられていることをおっしゃっていただいて、そうですね、T365 さんには、はい、最低でも2週間に1回は練習相手を見つけてきてもらって、はい、また田村もう一回お願いします。いやぜひぜひ、いや2週間に1回は、はい、撮影して、はい、誰か連れてきてください。大変助かります。よろしくお願いします。はい、わかりました。そこに向けて、また毎度改めて挑戦するという、はい、ところです。ありがとうございます。あと僕、杉村さんと同じ北海道旭川出身で、あ、そうですよね。はい。なんかその北海道の方々に向けても何かこう、北海道でやりたいこととかテニスを通じて何かあったりはしないですか？やっぱりジュニアの大会もすごくいいんですけど、もうこういったベテラン、特に障害スポーツっていう、これは本当にいい大会ですので、大会をね、はい、企画したいなと思いますし、はい、やっぱりこうスポンサーを集めるのが大変なんで、はい、スポンサー集めなんかでね、もし力になれることがあったらなりたいなと思いますね。わかりました、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ちょっと振り返っていただいて、いや、本当ホットっていう、ホッとしましたね。まあファイナルはもう多分3ポイントぐらい練習して負けるなと思う、少し今まで集中したことないぐらい、これ本当に1回戦かっていうぐらい集中してやってっていうので、なんとか勝てて、もう終わった時には本当にホッとしました。そうですね、足がもう、いや、まあ、それはつっちゃったんですけど、はい、まあ、それももう全部緊張して、そうですね、はい、全部力みすぎてみたいなところが、まあ、よくつっちゃうんですよね。選手の身からすると、あれだけまあ 6-0 で取って、まあ、次のセット絶対追い上げてくるとは分かってはいながら、やはりああいう条件だったら、はい、こういっぱいいっぱいの部分とか、はいはい、その辺っていかがですか？いや、まあそうですね、いっぱいいっぱいしたし、やっぱサーブが良くなってきて、で自分もやっぱり前半すごい自分のビッグミスが良かったんで、まあ、ちょっと後半ちょっとミス増えてきて、はい、まあ、そこはでも向き合いで、正直ちょっとセカンドもちょっとファイナルにかけようかなっていう風な気持ちも若干あって、まあ、ファイナルも集中してっていうので、はい、なんとかそこはまくれて良かったなというふうに思ってます。取り上げいただいたじゃないですか、はい、この前、まあ、すごい反響もありまして、はい、おかげさまで、まあ、それも励みに、皆さんの励みもすごい、今回杉村さんの1回戦良かったなというふうに、はい、いろんな意味で思ってます。明日からまた試合があると思うので、ちょっと意気込みをお願いします。はい、カメラに向かって、カメラに向かって、はい、まあ、せっかく勝たせていただいて、このまま優勝します。素晴らしい。やばいやばいやばい、大丈夫かな。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。